皆さんこんにちは。今日はまた第49課と第50課の会話を練習しましょう。Xin chào mọi người, ngày hôm nay ta lại tiếp tục luyện tập hội thoại hai bài 49 và 50 trong chương trình Mina sơ cấp 2 chuyên về tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ. Các bạn sẽ có 3 giây để vừa nghe và vừa trả lời câu hỏi. Sau 3 giây, câu hỏi và câu trả lời gợi ý sẽ hiển thị. Các bạn cố gắng hãy nắm vững kiến thức từ vựng và ngữ pháp để trả lời câu hỏi một cách chính xác. Hãy Mina san ni shuni denshu shimasho. 1. Doko no kaisha de oshigoto o sarete imasu ka?どこの会社でお仕事をされていますか?日本の会社で仕事をしています。日本の会社で仕事をしています。2. 先生、この本は読まれましたか?先生、この本は読まれましたか?ええ、もう読みました。ええ、もう読みました。3. 社長はもうお帰りになりましたか?社長はもうお帰りになりましたか?はい、もう帰りましたよ。はい、もう帰りましたよ。4. ナムさんが桜大学に合格したのをご存知ですか?ナムさんが桜大学に合格したのをご存知ですか?いえ、ちっとも知りませんでした。いえ、ちっとも知りませんでした。5. 先生、もう昼ごはんを召し上がりましたか?先生、もう昼ごはんを召し上がりましたか?はい、もう食べましたよ。はい、もう食べましたよ。6. ナム社長はいらっしゃいますか?ナム社長はいらっしゃいますか?はい、いますよ。少々お待ちください。はい、いますよ。少々お待ちください。7. もしもし、皆さん、何をなさっていますか?もしもし、皆さん、何をなさっていますか?今、レポートを書いているよ。今、レポートを書いているよ。8. 先生、昨日の会議に出られましたか?先生、昨日の会議に出られましたか?ええ、出ましたよ。ええ、出ましたよ。9. カリナさん、いつ東京に引っ越しされますか?
カリナさん、いつ東京に引っ越しされますか？来週の土曜日引っ越ししますよ。来週の土曜日引っ越ししますよ。十、先生、新しいパソコンのお買いになりましたか？先生、新しいパソコンのお買いになりましたか？はい、先週買ったばかりです。はい、先週買ったばかりです。十一、木村さん、いつ佐藤さんにお会いになりましたか？木村さん、いつ佐藤さんにお会いになりましたか？おととい会いました。おととい会いました。十二、お客様、こちらにおかけください。お客様、こちらにおかけください。はい、わかりました。はい、わかりました。十三、皆さん、お疲れ様でした。いい週末をお過ごしください。皆さん、お疲れ様でした。いい週末をお過ごしください。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。十四、ナムさん、仕事をお辞めになったんですか？ナムさん、仕事をお辞めになったんですか？2ヶ月前に辞めました。2ヶ月前に辞めました。十五、鈴木さん、今どんな仕事をなさっていますか？鈴木さん、今どんな仕事をなさっていますか？会社員です。貿易会社に勤めています。会社員です。貿易会社に勤めています。16、すみません、ここにご住所とお名前をお書きください。すみません、ここにご住所とお名前をお書きください。はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。17、社長、来週の忘年会のことをご存知ですか？社長、来週の忘年会のことをご存知ですか？はい、知っていますよ。はい、知っていますよ。
18。木村部長のお子さんのお名前は何とおっしゃいますか？もう一度。木村部長のお子さんのお名前は何とおっしゃいますか？木村部長のお子さんのお名前は何とおっしゃいますか？太郎と言いますよ。太郎と言いますよ。19。林副部長、どちらでお金をお買いになりましたか？林副部長、どちらでお金をお買いになりましたか？空港で買えましたよ。空港で買えましたよ。20。忙しそうですね。お手伝いしましょうか？忙しそうですね。お手伝いしましょうか？すみません、お願いします。すみません、お願いします。21。お名前は何と言いますか？お名前は何と言いますか？私の名前はデュクと申します。私の名前はデュクと申します。22。リュクさん、今何をしていますか？リュクさん、今何をしていますか？今、日本語を勉強しております。今、日本語を勉強しております。23。皆さん、これからよろしくお願いいたします。皆さん、これからよろしくお願いいたします。いえ、こちらこそよろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いします。24。あなたはどこから来ましたか？あなたはどこから来ましたか？私はウィンフォから参りました。私はウィンフォから参りました。25。鈴木くん、昨日東京で花火大会を見た？鈴木くん、昨日東京で花火大会を見た？はい、直接拝見しました。はい、直接拝見しました。25。鈴木くん、昨日東京で花火大会を見た？鈴木くん、昨日東京で花火大会を見た？はい、拝見しました。はい、拝見しました。
26。木村さん、昨日どこへ行きましたか？木村さん、昨日どこへ行きましたか？昨日山田部長のお宅へ伺いました。昨日山田部長のお宅へ伺いました。27。てるこ先生がもうすぐ結婚するのを知っていますか？てるこ先生がもうすぐ結婚するのを知っていますか？いいえ、全然存じませんでした。28。今朝会社へ来た後で誰に会いましたか？今朝会社に来た後で誰に会いましたか？山田部長にお目にかかりました。29。すみませんが、ボールペンをお借りしてもいいですか？すみませんが、ボールペンをお借りしてもいいですか？いいですよ、どうぞ。いいですよ、どうぞ。30。ガイドさん、次はどこへ行きますか？ガイドさん、次はどこへ行きますか？次はベトナムの女性の博物館のご案内いたします。次はベトナムの女性の博物館をご案内いたします。31。私は今タクシーをお呼びしますので、少々お待ちください。私は今タクシーをお呼びしますので、少々お待ちください。はい、わかりました。32。昨日木村部長のお宅で刺身をいただきましたよ。昨日木村部長のお宅で刺身をいただきましたよ。そうですか。美味しかったですか。33。山田さん、今うちにいらっしゃいますか。山田さん、今うちにいらっしゃいますか。いいえ、今ちょっと出かけております。34。すみませんが、このお茶をいただいてもよろしいでしょうか。
すみませんが、このお茶をいただいてもよろしいでしょうか？いいですよ、どうぞ。いいですよ、どうぞ。35。雨が降りそうですね。傘をお貸ししましょうか？雨が降りそうですね。傘をお貸ししましょうか？ありがとうございます。ありがとうございます。36。山田部長が日本へ帰られたのをご存知ですか？山田部長が日本へ帰られたのをご存知ですか？いいえ、存じませんでした。山田部長はいつ日本へ帰られましたか？いいえ、存じませんでした。山田部長はいつ日本へ帰られましたか？37。どのくらい日本語をなさいましたか？どのくらい日本語をなさいましたか？半年ぐらい勉強しました。半年ぐらい勉強しました。38。ナムさんは日本の料理を召し上がったことがありますか？ナムさんは日本の料理を召し上がったことがありますか？はい、何回もいただいたことがあります。はい、何回もいただいたことがあります。39。山田部長の到着は4時ですね。誰か迎えに行くんですか？山田部長の到着は4時ですね。誰か迎えに行くんですか？私が迎えに参ります。私が迎えに参ります。40。ベトナムへいらっしゃってどのくらいでしょうか？ベトナムへいらっしゃってどのくらいでしょうか？2週間ぐらいです。2週間ぐらいです。はい、終わりました。ご視聴どうもありがとうございました。Dạ vâng, trên đây là 40 câu hỏi luyện tập hội thoại của bài 49 và 50. Các bạn cố gắng hãy luyện tập thật nhiều lần để trả lời câu hỏi một cách chính xác và nhanh nhất. Hai minasan, utsukare sama deshita. Bye bye.